はい、ということでですね、今日は撮影は安定のばあちゃんですが、箱が届きました。何が届いたでしょう。食べるもんではない。これではいきます。じゃんじゃじゃん、開けます。ほい。さあ、まずこれ届きました、3つ。さあ、どれからいきましょうか。左の端、これ、僕からいきます、入ってました。アニメはこのメッセージカード、いいですか、これ。まあ、もう言うてしまいましたけど、ナリミヤコの新商品です。この度は僕のプロダクトを手に取っていただきありがとうございます。ものづくりをしていて、物質的な豊かさではなく精神的な豊かさの大切さに気がつきました。お気に入りのもので一日の疲れを癒す意識ってとても大切ですよね。また新しい明日を迎えられますように、ということで新商品届いてます。次、この箱開けていきますよ。料理の時とか動画撮影の時に切れたらという、まあ今外に出てけないので、ライブ配信とかでも使わせてもらいます。てか、そのために買いました。まあ、あれはこれ、はい、これです。さあ、何でしょう。箱逆を開けたね、どうも。はい、じゃーん、メッセージカードと、はい、シャツです。さて、この箱は何でしょう。開けます。じゃんじゃじゃーん。ほっ、楽しそう。はい、来ました、これですね。それ、襟がついてる。はい、襟ついてます。シャツが買っております。メッセージカードとともに、これは僕が購入したやつですけど、もちろんいただき物とかではないです。ということで、はい、これが届きました。こんな感じで届いております。ほい、よいしょ。撮影は安定のばあちゃんでございます。さあ、どれから着ていきましょう。まずシャツは、これまず着ていきます。その感じのガン持ってないじゃない。そう、持ってない。これはね、タイダイで、成宮くんも着てるという M サイズです。ちょっと着ていきます。少々お待ちを。はい、どうですか。いいじゃない、これ。うん、タイダイ、タイダイがちょっと今この柄が流行ってるっていうので、定番のスライバー T シャツにニューカラーの発売ですと。これまでのスライバー一つのパターンとは違い、今回はビッグ T シャツ、あ、ビッグ T シャツなんやって。素材は上質なコットンで、インドネシアの職人さんが一つ一つタイダイに染めていますと。昨年から流行のタイダイですが、どこにでも着ていけるように少し落ち着いたデザインに仕上げました。手作業で染めていますので、一つ一つ大きく変わることはありませんが、多少の模様の差はございますので、ご了承くださいませ。コットン 100% インドネシアで、これ成宮くんと同じ M サイズ、タイダイです、これ。あとはちょっとあの T シャツいろいろありますけど、どれから着てったらいいかも。この上の3つ、黒があれやきね、変わり映えがないし、どれから着たらいい、これ。それじゃあ、ばあちゃんおすすめのこれから着ていきます。少々お待ちを。よし、はい、これです。これね、グレージュっていう色やって、あ、それ色がすごくいい、落ち着いて。ベージュとグレーの入ったグレージュって言って、成宮くんがこの新しいカラーの中で一番普段着してるやつやって、で、これがここにロマンティックって書いてるんですけど、これがね、ロマンティック T シャツっていうのが、今回はビッグ T シャツの提案、ビッグ T シャツ、スライバーのビッグ T シャツと同じ形、素材はスーピマコットン、すごいあの、肌触りやつ、コットンがなかなか生地がこういろんな世界の状況の影響でないみたいで、いろいろかき集めてっていうのに時間がかかったそうです。素材をあの調達するのに、型が少し落ちるユニセックスデザイン、2022年のムードにを言葉にしたくて、この T シャツをデザインしましたと。カラーはホワイト、ブラック、グレージュの3カラー。今年の夏はこの T シャツを着て、ぜひロマンティックに過ごしてください。ロマンティックって書いてます。スーピーマコットン 100%。
で、これがグレージュだけがモスグリーンのプリントっていうので、これが成宮くんが普段よく使ってる。じゃあ次はこの白を着てきます。少々お待ちを。よいしょ。じゃーん。さあどうですか。いいかな。うん、まあ白は清潔感があって夏はそれ糸が細い細い糸が細い、糸が細いかどうかっていうのは分からないけど、うん、いや、触ったの分からん、ちょっと触ってみて来て来て、はい、あー、これ肌触りがいいわ。そう、すごい素材がいい、うん、はい、で次、最後、黒を着てみます。少々お待ちください、着てきます。よいしょ。まあ、汚れ目が目立たんけど、よいしょ、はい、よし、はい、これです。あ、やっぱり俺黒好きかもしれん。黒はね、誰にも似合うけど白はこれ、ばあちゃん映るよ、ちゃんと映ってるよ。さあ、もう2つ届いてますけど、これはばあちゃん、どっちを先着たらいいですか。白を着た。まず白を着ます。では今黒を着た。試しにこの上に着てみます。これ、ちょっと着てみます。まあ、それも着てきます。面これはね、また後で。立てっちゃう。はい、ちょっと汗がと疲れたけど、うわー、いやまあその前のあれネクタイみたいな感じ見せて、それぞれどういう風にして着るの。これはね、素材は柔らかいシフォンでボタンのついてない前開きタイプのシャツで、シャツ前身の丈を後ろ身丈よりも長く作ってありますので、前で縛っていただくと一味違う表情が出ておしゃれに着ていただけると思います。と、普通のシャツよりも全体的に生地の分量をたくさん使ってますので、前の空きは気にせず着てもらえるようなデザインにしました。形的にはユニセックスで、プールサイドや海に行った時に水着の上に羽織ったりしてもらえたら素敵に着てもらえると思います。素材レーヨン 100%。成宮くんは M サイズを着とるんか。成宮くんはその肌着に着てますけど、さすがにそれはちょっと僕の場合だったら伸縮買えそうなんでやめます。前で縛るってどういうことかな。前をこうポッとやってもらえ、一つ結んだような感じで、でこう、まあこういう素材のやつよ、うん、立てて、立てたら立てて前をね、片一本だけポンポンと入れるような感じ。それでもうちょっと上で縛って、上に持ち上げて、そうそう、全体感があるような感じで、そういう感じでいろいろ着れるまあこれも水着とかの上でこう肌の上に着てみたいな感じでやっとったけど、そんな感じやね。ほんとおしゃれおしゃれ。このシャツだけで着たらどんな感じなのかな。着てみようか。ちょっとこのシャツだけで着てみて、ダメそうやったらカット。ちょっと待ちください。こういう感じになる。あの前をちょ結んで、ちょっと上に結ぶというか、上にやっておしゃれに着こなさんって感じ。それこういう感じだね。ちょっと結ぶ感じにしてもらう前を。まあまあ、もう先やったやんか、これやってやって、そのいや結び方今下着てないからね、先結んだからね。それなんとでもなるわ、おしゃれっぽく着こなせる。トモコも無理かなこっち見て、慣れたら行くぞ。うん、でこれで、まあこういう感じになります。では次、黒をで、これ次、黒を着ます。おばあちゃんに頂戴してしまう、黒。いやいや、だからこれちょっと待って、じゃあちょっと羽織るのにいいと思う、それ、うん、ものすごい おしゃれに着てる。これちょっと着てきます。よいしょ。ともくんには持ってこんな感じです。よし、はい、ではでは、こんな感じ。どら、こっち向いて。そっち向いたらね、だから前をちょっと上に一つ結んで、はい、いやだから結んだら変になるって。だからいや結ぶというか、それはそのままじゃない。
変になるってだから。いやそれ上手に着こなさんってか。あんた背が高いけどどうでもなるんじゃない？こういう感じ。パランとしたらいいか。なんとかちょっと。じゃあゆうやってみてじゃあ。どうせというのじゃあ。これね、こういう風にするためにやと思うけど、いろいろできると思うよ。こんな感じでも構わんし、こうやってやっても構わんし。まあ見て。まあそれ自分で研究したらこんなにする。いや、そういう感じもええよ。それを外にきっちり結んだらいかんけど、まあ上手に着こなさんとか、なれんというか、自分のものにせんといかんわ。できるできる。何回も着よったら自然に身につくから、やってごらん。下にもシャツ着ててやったらどんな感じかな。ちょっと着てみます、シャツ。下にシャツ着たらこういう感じで。あ、なんか下に着てない方がええかな、やっぱり。じゃあこれでどうするの。じゃあ、はい、結んでみて。いや、これね、結ぶというか、うん、多分あのモデルさんがよう見よらね、こんな感じでもええわ。着こなせるって、自分がびっしり着よったらした方がええのか、せん方がええのか。お好きなようにどうぞ。はい、ということで、うん、今回、成宮くんの新商品いろいろ届いたので、着てみました。で、これちょっと大切にするとともに、またちょっとライブ配信とか料理の時に使っていこうと思います。ではでは、ありがとうございました。